はい。えー、田中肖像を朗読する15分を始めたいと思います。えーはい、えー、っとですね、今、えー、公読事務所、えー、規則案というものを読んでおります。これは、まあ、明治に、えー、32年12月、 えのものなんですが、まあ、あの、名前は、公読事務所規則案であ,あるのですが、これから、えー、読んでいくと、なんとなく分かってくるかと思うんですけれども、えー、内容的にはですね、この被害地の、こう、えー、機能していないその自治をですね、こう被害民自身でやっていくためにどうすればいいのかと、まあいうこと、 これをですね、えぇ、ー、まあ、定めようとするものですね。はい。で、えぇ、ー、いあの、昨日、えー、まではですね、ま、ああの、これみんな被害民、同じ被害民なんだから、この家のですね、えぇ、ー、まあ、その格が上とか下とか、そういうこと関係ないだろうと。えぇ、ー、まあ、この中にはですね、この先民、癒しいとされる、 その卑しき地位にあるものですねこれをこうバカにするようなことはもうやめろと、まあ、要するにですねあのこの差別の問題ですねこの村の中の差別の問題後にまああの、えーまあ、ブラックミン差別というふうに言われるようになるもののことを指していると思われますはいでこういったものをまず撤廃することが、えー、大事だとそこから始めるということですね はい。では、続きを読んでいきたいと思います。あるいはまた、加害たる殺害者の下に直接神戸を垂れ、あるいは関節に媚びへつらい、己一人の死を図りて、加害者の恵みを求むる等のものあれば、あ、すいません、あらばですね。これ、被害民を殺すものなり。まあ、これは、あの、買収とかですね、あるいはその示談、 に、えー、応じてですね、まあ、本当にこうわずかなお金をもらって、まあ、それで、えー、その古川一兵衛ですね加害者というのはね、まあ、その、えー、言うとりになっていくと、まあ、これはこの被害民を、えー、殺すことになるでこの殺すというのは決して大げさなものではなくて、えーまあ、どれぐらいの人数がですね他地域に比べて、まあ、多く死んでいるのかということを計算したわけですよね。 まあ、その、えー、死産で、えー、生まれない、えー、その人の数っていうのはまあ、要するに、まあ、生まれる人の数が半分、えー、それから、えー、死ぬ人の数が3倍というね。まあ、これはだから1日でもですね、放置すれば、あの、殺人と同じなんだということを言うわけです。はい。で、旧来は、性、えー、兵。これは政治の、あの、悪い習慣ということですね。 聖兵、中央に横たわり、王孔子、明月、光を隠す、日差し。はい。えーまあ、ですから、この、えー、昔からですね、この政治のこの悪い、えーまあ、悪兵というのが、中央にはあったと。今これを破りて、新たなる聖、これは政治ですね、聖を敷かれて、上下ともに、 行動に基づかしむべしとの教えは自ら明らかなるに。はい、でこれはあの冒頭で読んだえ五箇条の御正門のえ言葉を、えーまあ、引いているわけですね。この行動というのは公の道ですね。はい、で、官民にして今にこの老衆、この悪い、えー、風習ですね。老衆、これはあの差別の問題です、先民差別の問題。 老、えー、衆を改める心なくんばかえってその弊害を増長しその、えー、罪悪をなしてはばからざるに至りては実に生死に対するの罪人ならず、えーはい、これ文字がちょっと隠れちゃってますが、えー、ならず嫌ですね嫌ですねはいえー、とでこの生死っていうのは聖なるあのー まあよえー、子のですねで,ですからこれは差別という、えー、兵衆を改めないのは天皇の五家条の御専門に対する、えー、罪であると、まあ、そういう、えー、ふうに解釈できるでしょう、まあ、要するにこの上下、えー、一つにっていうのはこれをあの、えー、身分差別の撤廃と考えるわけですねそれをあの天皇自身が誓うという誓ってるんだということです でまあ、この辺ですね、あの今日でも天皇制そのものがこの差別の根源だというふうに、まあえー、言われることが多いんですけれども、まあ、田中正造はです、ね、必ずしもそう考えてなくて、えー、あの天皇も天地神明に誓ってるとだから天の下ではあの天皇もその、えー、下にあるというふうに考えるわけです。 はい。で、生命なる、えー、このは、晴れやかという、あ明らかという字ですね。生命なる御生子は日月のごとくなるにかかわらず、まあ、この日,日月ですかね。あるいは、あの、太陽とか月のように明るいと。にもかかわらず、無数なる、無個の親民は、加害者一人のため、関係広き、 天山に止める大小河川の流水を毒され、悲鳴に、えー、食さる、えー、もの火、えー、に相次ぎということですね。ですから、まあのー、まあ、こうしたあの、巫、え、女、ー、のりというかあ、明らかなのにもかかわらず、こう何もしていない、あの無実のですね、えー、無数なる無効のですからもう、もう数多くのですね、 何もしてない罪のないこの親民これが古川一兵衛のためにですねこの天山豊かな実りですねそれに満ち満ちている川を毒されてしまったそして悲鳴というのはこれは天命の反対ですね寿命を全うすることなく殺されてしまう倒され 殺されてしまうと、えー、倒される者、非、えー、に相次ぎ、被害激甚地の無残なる被害者は、9年の久し期、政府に迎えて、加害者に早く法律の制裁を加え、被害民救済の成案を IQ したれども、はい、この IQ っていうのは悲しいという字に、えー、求めるという字ですね。 えー、まあ切実にですね、えー、求めたわけです。えー、だけど、えー、今その目的の10が1にも達するを得ず、まあいろいろなことをですね、要求してますが、全くどれも満たされない。え紀州両院、これは貴族院と衆議院の両院ですが、両院はすでに被害民の惨状をあわれみて、我々の法廷せる 全ての請願を口論に決してこれを採択せられ。はい。で、これは、あの、えー、貴族院と衆議院、両院で、えー、この被害民の請願をですね、えー、採択したということです。請願として認めた。はい。で、これはあ、まあ、あの、ちょうどですね、えー、この大熊、えー、重信政権の時ですね。 で、すなわちええ、書、書類を政府に転造せられ、その救済を促したれども、今日に至るまで政府は、疫修領院の可決を虚しくせり。はい。これは、あの、で、そうですね、第13回帝国議会、明治32年2月にこの請願書が採択されるということです。で、この時代は、この議会と、 えー、政府があの対立してますですからあの、えー、この議会があの可決したんだったら当然政府はそれをです、ね、実行するだろうというと、えー、この反発政府というふうに言われるものですね、まあ、これがあの言うことを聞かないと、まあ、そういう状態ですね。また、えー、直接当局者に、えー、当局者へ法廷せる請願も。 これに対する救済の方法あるを見ず、はい。生がもうですね、こう直接、あの、えー、いわゆる、えー、え、ですね、に、まあ、提出したけれども、えー、何も、えー、この方法が、救済の方法が取られない。しかるに、加害者は、日に、倍々、えー、倍増してく、えー、2倍、4倍ということですね。暴虐、悪暴、たくま収支、 被害は年一年と加わり、被害民は委託衛生を害され、もう健康を害され、すでに多大の死人を出して、えー、帰り見るの政府なしとせば、これ天地間にあるまじきすべての人道を失い、平悪は、この悪いことですね、平悪は独害と平地して、えー まあ、ほとんど人類を倒すに至れるとまあこの人類って言葉もねこの辺りからよく使うようになりますがこう人が人をこう害してこう倒、えー、殺していくということこれはもうその時点でも人類、えー、の社会とは言えなくなっているということですで今の時にあたりって、えー、被害にたるもの万一、えー、生死を、えー、忘れたらんには はい。で、ここは、えー、被害民たるもの被害民である、えー、のだから、万が一にでも生死、この天皇のですね、えー、ま、下されたっていうか、自分も自ら誓った、えー、ご家族の御専門を忘れたとしたらっていうことですね。えー、まさにまた、いずれの日か、えー、我々が、えー、この、最極三この、 極みえー、この三状、えー、の極みですね、を脱し、生死の託、えー、を被らんか。この、えー、ご聖門のですね、えー、恩恵というものを被ることができるだろうか。はい。で、ここでですね、この被害民であることと、えー、このご正門とに一体どういう関係があるのかということが疑問になるかと思います。 まああのこの御正門に書かれていることをですね、えー、まず破られて被害を受けているわけですでそして、えー、御正門の精神にのっとって静願をしているでこれがあの被害民でありますでそうであればもし被害民がですね御正門の精神に反するような、えー、差別ですねこの村の中の、えー、この先民と呼ばれる人に対する差別を 行ってしまってはいけないと。そうしたら、あの、この御正門のですね、この恩恵も、えー、受ける、受けることはできなくなってしまうぞと。まあそういうことです。今、えー、町村、えー、被害民、えー、共に、えー、心を一つにして、はい。で、これは御正門の中にあるですね、上下心を一つにしてというところですね。えー、憲法を奉仕、えー。はい。もう、あのー、 まあ、憲法、えーえー、があの <laughs> 憲法権威がありましたがこの憲法ですね、えー、法治、えー、そして生死を尊びすべ、えー、て被害民といえども利によりて、まあ、この理屈ですねあの理法ですね利によりて窮、えー、するはまあこういう利に従ってそれで窮してこの、えーまあえー、貧乏になってですね えー、そういうふうになるならこう死すとも慎ま、えー、ざるを得ずと。まあ、あの死んでも、まあえー、しょうがないということですよね。えー、しかれども、この暴虐なる加害にあいて、父母、指定の罪なく殺されるを見ては、えー、直に、えー、立って、その悪感を除くべし。はい、これが結構ね、 あのドキッとしますね。<laughs> こう自分たちを殺すこの古川一兵衛をえ知力体力を尽くして、えー、天地の行動に基づいて除くべしということなので、まあ、必ずしもあの実際にですね直接暴力を振って倒すとそういうことではないと思います。あ、でそれはあ次の文章です、ねえ。ですね。その達也必ず知力体力を尽くしてこれを除くべきのみ。 これ、天地の行動に基づくものなればなり。だから、あくまでも自分たちは、この天地の行動に基づくんだということですね。まあ、ですから、えー、これはあの、えー、自分たちはあの正しく、正しく生きるんだということです。まあ、ですから、あのえー、古川一衛のようにですね、えー、まあ、その暴力に、暴力的にあの殺すようなことはしないと。 まあそういう意味ですよね。このあたりも、えー、なんとなくこう、後のガンジーとかを、えー、思い出すようなところですね。で、しかる日本問題の、えー、運動部面の大きに従いて、またこれに処置、えー、の方法も刺激、かつ王子といえども、まあですからいろんな方法が考えられるんだけど、えー、その水を清め、まあ浄水ですね。 ま,あまずは毒を流さないといととうことです。その死を救い、まあ、現在ですね、えー、どんどんこう亡くなっていくあの人々、えー、まあ胎児それから、えー、幼児そして、えー、大人、まあ、特に、まあ、体が弱っている人たちですね、えー、を救いでその天産を服する、まあ、この農作物とか、えー、魚類これを復活させるにあたっては超尊趙 超村会議員、公読委員、被害民は男女老洩に至るまで上下一致、広く互いに知識を交代し、まあ、交換しということですね。また他人にこれを求め、まあ、このあたりもずっとご専門の文章を使っています。その方法を研究し、日夜怠れなく死者のために一日も早くその害をさらしめんことを期するに、 ありと。はい。というわけで、まあ、ちょっと時間が来たので、まあ、このあたりでですね、えー、切りたいと思いますが、まあ、ずっとこの冒頭で読んだですね、この五箇条の御正門の文章を使って、えー、いるわけです。まあ、ですから、あの、昨日も説明しましたように、あくまで、あの、この明治政府が基盤としている五箇条の御正門に則っ,って、 えー、自分たちはあの運動をやっていくし、えー、この町村の自治がですね、えー、破られて、えー、でこの鉱読、えー、議会っていうあの言葉も後に出てきますがこの自分たちで自治をやるんだっていう、まあ、あのことの,その基礎もこの御正門に求めるんだと、えー、いうことですよね。はい、えー、それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。